唐津市消防本部消防署からのお知らせです。市民の皆さん、日々の消防業務、救急業務へのご理解、ご協力ありがとうございます。今回市民の皆さんへ伝えたいテーマはこちら、やめよう屋外焼却、防ごう林野火災です。知らないうちに屋外焼却をしてしまっている方、そして農業をやっている方などにもぜひ見ていただきたい内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。最近唐津市消防本部の119番や代表電話宛に、近所でゴミを燃やしている、草が燃えているが近くに人がいないといった通報や相談の電話が寄せられています。ここで重要なポイントです。ゴミや木の枝などを燃やす、いわゆる屋外焼却は廃棄物処理法という法律で禁止されています。ゴミは唐津市やお住まいの地域のルールに従って適切に処分しましょう。そしてこれからの乾燥する季節に増えてくるのが林野火災です。林野火災の多くは屋外焼却から近くの草や林に飛び火して起こります。中でも農作業中に出た藁や剪定枝の焼却、野焼きなどから飛び火した火災が多くなります。農業や林業、漁業を営むためにやむを得ず行われる廃棄物の焼却は廃棄物処理法の例外となっていますが、場合によっては違法行為として罰則対象になってしまうことがあります。詳しくは消防署や唐津市環境課に確認してください。ここからは林野火災を防ぐために最低限守ってほしい3つのルールをお伝えします。まず1つ目、屋外焼却を火災と間違えられて通報されないよう、消防署に火災と紛らわしい恐れのある行為届出書という書類を提出してください。この届出は屋外焼却を認めるものではなく、あくまでも火災と間違えないように事前に焼却行為を消防署が把握するための届出ですのでご注意ください。次に2つ目、焼却をするときは必ず消火の準備をしておいてください。水や消火器を準備しておくことで飛び火してしまってもすぐに対処できます。次に3つ目、燃やしている場所から絶対に立ち去らないでください。炎が燃え広がっていることに気づかないだけではなく、無人の焼却現場を見た通行人が火災と思って通報してしまうこともあります。火をつけてから火種を完全に消し終わるまでは絶対にそばを離れないようにしてください。屋外焼却は火災の危険性があります。皆さんご自身がルールを守るだけではなく、ぜひ家族や友人に共有してください。それが林野火災を防ぐ第一歩となります。ご視聴ありがとうございました。これで唐津市消防本部消防署からのお知らせを終わります。